今日食べるのはこれです。揖保乃糸、これのね、ラーメンバージョンを発見しましたので食べてみたいと思います。ではいただきます。まずスープからかな。豚骨醤油、この細麺と汁が合うのかな。うまい。そうめんでね、ラーメン用なのかどうかね、ただ色を変えてそうめんで食べるだけなのかもしれないけど、ラーメンにもぴったり合うと思って買ってきました。うまい。揖保乃糸は江戸時代にはもうできてたみたいですね。兵庫県のブランドなんですけども、うまいですね。買い物行ったんですよ。そしたらコーヒーフィルターを売ってたんですけどもね、その横にコーヒーフィルターでマスクの作り方書いてましたね。コーヒーフィルターマスクの役に立つんだ僕は。これ、わかんないですね。本当にそうめんって感じ。一時ね、ラーメン屋やりたいなと思ったことあったんですけどね、とてもとてもできないですね。発祥に対応してくるか、その出汁は最高の麺を安定してたら、本当ね、わけわかんなくなっちゃうから、僕には無理だな。そう考えたんだけど、詳しい言葉は知らないけど、小前説、小悪説読めばいいのかな。生まれる繊維の繊維の説明の説、生まれる悪の説。どうなんだろうね。人間はもともと悪意を持って生きてきて生まれてきたのか、本当は繊維の塊だったのか。これは考えですとね、悩んじゃいますね。あの人いい人だなーって言って、それが生まれ持った性格なのか、悪い人だなーっていうのが、それが生まれ持ってもらった性格なのか、どうなんでしょうね。
かしい話になっちゃいましたけど、今日そんなこと考えてさ、雨の昼間でした。とうとう梅雨しましたもんね。沖縄は梅雨明け、ね。こっちじゃね、夏は空梅雨で雨が降らないなって言ってたら、もう最後の最後にドカーンと大雨が降ったりね、するんでしょうね、不思議なことに。来たんですけども、再開しましたが、トレーニング中はマスクをしてくださいということでした。マスクして運動したら熱中症になるんじゃない？なんか誰か偉い人が言ってましたけど。呼吸も苦しいですね。ここやっては休み、やっては休みで水分取らなきゃダメですよね。そうめんだったんですけどね、これはもうラーメンとして十分にいきます。プリプリしてね、そのくせシコシコして、うん、弾力がいいわ。この穴開きそう、便利ですね。こうやって中のもの全部すくえちゃうからね。来たんですけども、今月は固定資産税と NHK とかそういうものでシャワシャワ引かれて、もうほとんどないですね。もう固定資産税とかやめてほしいな。黄色い生き物の糸ですよ。皆さんも興味があれば一度黄色い生き物の糸を買ってみてください。通販のところじゃあるんじゃないかな。今日俺が買った店ではマイナーな商品も扱ってるんで、珍しいものもいっぱいあるから買えたんですけど、まあぜひお試しあれということで、もう暑い梅雨ですけども、皆さん体に気をつけて無事に生活してください。それではごちそうさまでした。